今年のハロウィンをバーチャル空間で集まることを呼びかけました。今年のハロウィンはバーチャル渋谷にくるりんぱ。<laughs> 渋谷区はハロウィンをオンラインで楽しんでもらおうと。渋谷区公認の仮想空間の街、バーチャル渋谷でイベントを開催すると発表しました。去年に続いて行われる今回のイベントは。 アバターを自分好みに作ることができ、より自分らしさを表現できるようになっています。公式サポーターのダチョウクラブの定番ギャグの再現も。また、バーチャル空間ならではの演出を使った音楽ライブも予定されています。 例年多くの人で賑わうハロウィーンの渋谷ですが、区は去年新型コロナの感染状況を踏まえ自粛を呼び掛けました。長谷部区長は今年もバーチャル渋谷でハロウィーンを楽しんでほしいとオンラインでの参加を呼び掛けました。やっぱりこう街が少し元気が今あのない状況です。 まあそこでね、街で騒がないでくれ、当然なんですけれども、あまり来ないでくれ的なメッセージを発信するっていうのは、非常にこう心苦しいところがあります。ですが、この新しい価値やね文化をこう常に発信し続けるってことが、ますまた、今年の区の対策として、来週にも具体的な内容を決定する方針だということです。